どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は SIM カードの紹介をねさせていただきたいと思います。で今回紹介する SIM はこちらです。モーストSIM、皆さん知ってますか？私は知らなかったんだけども、で今回ですね、リクマイラーブロガーの平均年収リクマイラーのサスさんが、こちらのブログで上げてたこのモーストSIMなんですけども、こちらをね教えていただきましたので、今回ねこちらを、次のニューヨークでね利用させていただこうと思っておりまして、紹介させていただきたいと思います。でおすすめしたいね点が何点かあって、まず対応エリアなんですけど、アメリカ本土とハワイが利用できます。でグアムと、アラスカだったかなが利用できないので、そこだけ注意してくださいね。でまずおすすめポイント1、データ通信が無制限で、デザリングも利用できる。これすごいですよね。ということはこの、SIM を挿したスマホ1台を持っていけば、デザリングもできるということですので、持ってった MacBook とか iPad とかですね、その他タブレット端末なんかもこれ1台のデザリングで利用できる。で、あと価格なんですよね、2650円5日間で利用できます。で、基本的に私はですね、ニューヨーク今まで、結構な回数行ってるんですけども、私の、中のおすすめっていうのは、ソフトバンクの携帯を持ってる方はそれが一番おすすめなんですね。アメリカ放題っていうサービスがありまして、それだともうソフトバンクの携帯そのまま持っていくだけで利用できますんで、追加料金ゼロ。それは一番おすすめなんですけども、それ以外の方だと、基本的にニューヨークっていうのは、SIM 高いんで、こちらね、現地でもね、動画撮影してこようと思ってるんですけども、基本的に SIM 高いです。通信費も高いので、日本からね、買っていかれていくことをお勧めしております。で、なおかつですね、この、日本でセットアップができて、現地でね、着いたらもうそのまま利用できるって、また楽じゃないですか。というのもおすすめなんですね。で、ポケット Wi-Fi を持ってかれる方も多いと思うんですけども、家族とかね、大人数で行かれる場合は、ポケット Wi-Fi の方がね、いいかなと思うんですけども、私もニューヨークで、ね、ポケット Wi-Fi 利用しましたけども、やはり1週間程度で1万円ぐらいしますんで、そういう意味でやっぱりちょっと高いですよね。で今回こちら3000以下ということで、で、データ通信も無料ということですので、今回ね、こちらのセットアップもね、一緒にやっていきたいと思います。それではね、セットアップの方に行きたいと思います。で、モーストSIMの、モーストSIM、購入した箱を、袋ですね、見開きにするとこんな感じになっておりまして、SIM カードで、ここに、パスワード等々が、ね、入っておりますので隠しておりますけども、その上にね、ピンがね、ついておりますんで、これで iPhone の SIM カードのカードを出してね、こちらを入れていきたいと思います。それではね、セットアップしていきたいと思います。まずですね、今この右左上がマイモバイルになっておりますよね。ちょっと蛍光灯反射しちゃって申し訳ないですが、ここにした方がいいですか ね。今マイモバイルになっております。でこちらをね、 SIM カードを差し替えてね、利用していきたいと思います。で SIM カードの方にね、こういうピンがついておりますので、SIM カードが抜けましたということで、SIM カードを差し替えます。
こういう感じで SIM カードになってますので、これをね、左上が圏外になっておりますね。これからセットアップしていきたいと思います。とりあえずね、手順は、到着した SIM を、そのまま挿すだけなので、とりあえずこれね、1回は完了です。で、アクティベートしていきます。で、こちらですね、モース SIM の、公式ホームページから飛べる画面なんですけども、こちら URL もね、概要欄に載せておきますので、こちらでアクティベートを完了させるという形になります。で、下の方にね、IP 番号等々をね、入力する画面がありますので、まあ、そちらはね、手順踏んでもらって、利用開始日とかをね、記入していただいて次へという形になります。で、こちらの注意事項としては、現地のね、時間を入力してくださいということですので、あとね、こちらアマゾンで売ってる商品で、アマゾン限定なんですかね、アマゾンの注文番号も必要ということなので、そちらもね、間違いなくね、注文履歴からね、見れると思いますので、そちらも入れてね、次へを押してください。で、次の画面に行くと再確認の画面が出ますので、こちらをね、必要事項、現地の時間等々をね、チェックしていて確認済みを押してください。で、最後にですね、購入プランということで確認画面が出ます。で、こちらで基本的に、アクティベートは完了ということで、あとはね、現地に行って SIM カードを挿して携帯が使えるという流れになります。今回の動画は、モーストSIM5 日間を紹介させていただきましたけども、私の知る限りですよね、この SIM カードすごい安いと思いますね。こんなにアメリカで5日間2000いくらとか私聞いたことないんで、とても安い方だと思います。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ツイッター、ブログもやっておりますので、そちらもチェックしていただけたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。